アルファ・ロメオチームは今週末再びマシンに特別なカラーリングを施しますイタリアチームはすでにザントフォールドでそれを実施しておりアルファロメオのホームレースでもユニークなデザインが披露される予定だオランダ GP 中と同様この特別なカラーリングでのレースは行われない特別カラーリングのアルファロメオバルテリ・ボッタスとジョーグ・アンユーの車には特別なゴールドのアクセントが装備されておりアルファロメオは 新しい33ストラダーレを強調したいと考えている。ストラダーレは、1960年代の象徴的なアルファ、ロメオの路面電車を参考にしています。さらに、カラーリングは黒で、イタリアのトリコロールが目立つように表示されています。シュート・ボッタスは、この1回限りのデザインでは、トラックに登場しません。